メジャーリーグ大谷翔平選手の人形2万個が初めて配布され、本拠地の球場にファンが殺到しました。ボブルヘッドと呼ばれるこの大谷人形が先着で無料で配布されるということで、今日のスタジアムはものすごい人出になっています。大谷の首振り人形を目当てに、スタジアムには一時100メートルもの行列ができました。ボブルヘッド人形はアメリカで人気が高く、各チームが配布しています。ピッチャーとバッターの二刀流で作られた人形は初めてで、一人で数個受け取るファンもいました。大谷は2試合連続で先発メンバーから外れましたが、スタンドは大谷ファンであふれ返っていました。